こんにちは,はい、えー、誰でも Python チャレンジ、誰パイです。はい、えー、楽しく8パズル解き始めましたね。結構、これはね、これで、えー、奥が深い問題です。今日はいよいよ、これをですね、人工知能の処歩を使って解いてみるという話をやってみたいと思います。えー、まず前回はですね、えー、まあ、皆さんが楽しめる、自分でも楽しめるように、 誰でもでもきるエイトパズルのの必勝法というのをやりました、まあ、これに従ってやれば解ける問題は誰でもできるということをまあちょっと慣れていただいた方が楽しめると思います。いいですね。それをやるためのツールとして前回作ったこの、えー、これですね。まあ走らせてみますと、えー、問題をランダムに作り出しますと。そして、えー、作り出し、 入を押すと問題をランダムに作り出す。OK な場合もあるし、NG な場合もあります。OK な場合は、まあ、そう、できますかね。えっ、ー、と、まあ、これ別にやる必要はないんですけど、えー、まあ、こうやってやればできるということを前回、えー、ご説明しました。どうでしょう。えー、まあ、あの、何回かやってるとね、慣れると思います。 C、えー、まあ、どうでしょうね。あの、楽しくできるといいなと思います。えー、どうやんだ <laughs> わかんないね。えっ、ー、とこう、こうやって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 ,こやって、こうやって、まあ、ベストじゃないんですが、まあ、こんな感じで、えー、7と4を揃えますと。ね。これで、1、2、3、4、7ができましたので、あとはこれで、 こここうう回ししててででできまますすすということと、ね OK はいいねはな感じのことをやりましたさあじゃあ今日はこれを、えー、どうやってまず、えー、まあこれはコンピューターサイエンスの本当に大学大学院でもやるような内容なんですが、えー、っとこういうパズルを解くゲームで勝つためには、まあ、まずは古典的な探索手法サーチの、えー、手法というのがあります。 有名なのは幅優優先先探探索索と深さ優先探索、まあ、これはしらみつぶし探索とかブルートフォースサーチと言われるんですがまああの子供パイソンの45.9回、えー、変な亀の散歩を、えー、ぜひ見ていただきたいんですがここはこういう問題でしたね。中央からスタートしてある条件を満たすようにのみ動ける亀さんがいるとして、えー、それがこうぐるっと回って えー、歩ける範囲をずつしましょうというような問題でしたその時にまあこのこの回ぜひ見ていただきたいんですがまあやることリストを入れてまあそれを順番に解いていくそしてやることリストがなくなったらおしまいですよというような話をしましたね、えー、そして2種類のやり方、えー、幅優先探索と深さ優先探索 で、こういうふうに、えー、図形が変わるという話もしました。ぜひ見てください。ということで、これをちょっと今回は、えー、この8パズルに、えー、応用してみたいと思います。例えば、初期状態が与えられたときに、こういうふうに、ここに、例えばここが空きだとすると、えー、これを、まあ、4をクリックしてする場合、それから7をクリックする場合、から8をクリックする場合、 そして6をクリックする場合4つの道があるわけですね。そしてそれぞれについてまた、えー、ここで1をやるか3をやるかここで1をやるか5をやるかってそれぞれ道が分かれていくわけです。こういうふうにどれかをたどっていくと最後にゴールにたどり着くこういう経路界をまあ例えばルートと呼ぶことにしましょう。我々はいくつものルートの枝分かれの中で最後にゴールにたどり着くようなルートを探したい。 そのためにしらみつぶしに探していく方法が、まあ、これらの、えー、探索方向法になります。まず最初にちょっと簡単に、幅優先探索についてご説明します。これは、ブレスファーストサーチと言いまして、まあ例えば、さっき枝分かれ、二つ枝分かれした。えー、次に、その、それぞれについて、また三つ枝分かれした。というときに、1、2、3、あ、1、2、 こういうふうに数えていくわけですね。1,2,3。こういうふうに数えていくのを、えー、幅優先探索というふうに言います。1,2。そして、まあ先に3を数えてというふうに数えていくわけですね。これを幅優先探索と言います。ちょっとよ、これで言うと、例えばここからスタートしたら、こういうふうに、この順番、1、これを見る。そして、これはちょっと入れといて、これを見る。これを見る。それからこれを見る。こういうふうに、 えー、こういう順番で横方向に見ていくというのが幅優先探索です。まあ、これをやるときには、まあ、実際にはどうやるかっていうと、まあ、これは細かいことはこれからやりますけどまずこの間と同じやることリストに A を入れます。ここはやったことリストもう終わったところですね。A をやったら A の枝分かれ先は B と C と D があります。こういうふうに B と C と D をやることリストに入れて A は終わった。 とこうしたらそのせ先頭の B を取り出してその子供の E と F を後ろにつけます。後でやるからね。そして C を取り出してその子供の G と H を後ろにつけます。D を取り出して I と J を後ろにつけます。でそれが、そこまでやったら今度は E を取り出して E を調べて E の子供を後ろにつけるということを繰り返す。つまりこのやることリストが FIFO って言いますが Q。 えー行列の形になっているのが幅優先の探索です。じゃあまずこれをちょっと実現してみましょう。これでも簡単な問題は解けることをちょっと示したいと思います。なぜかというと、すべての探索はこの基本の、えー、と Q というのが、あまあ Q、えー、ですね、Q 形式があ実現、あのー、基本になるからです。で、タスクリストを作って順に処理するというのが基本になります。そしたら、えー、とまず、 今日は、えっ、ー、と、その前に、えっ、ー、と、どうやってデータを管理するかですね。<laughs> このために、回を一つの回、経路回を表すルートっていうクラスを、えー、定義して、これをタスクリストで処理することにします。クラス、久しぶりですね。じゃあ、ちょっとやってみましょう。えー、っと、どうしようかな。これを、まあ、えー、そうですね。えー、っと、じゃあ、これを、 Save As しましょうか。Save As、えー、何にしましょうか。L の182。え search、ー。ブレスファーストサーチ。まあ、search、search1 でいいよね。search1。searchb。bfs とかいう名前にします。まあ、適当でいいと思います。さて、ここでじゃあ、えー、ルートっていうクラスを この前の方にちょっと作ってみましょう。ずっと場所を用意して。ルートは何があるかっていうと、はい。えー、まずコンストラクターがありますね。ですので、ここにクラスのルート。さて、えー、コンストラクターはこういうふうに書くんですよね。デフのアンダースコアアンダースコアイニット。あ、失礼しました。見にくいですね。アンダースコアアンダースコア。さあ、何を、えー コンストラクターもらうべきかっていうと、これはね、うん、それまでの履歴と、それから今新しくできた状態っていうのを考えます。これちょっと、まあ、難しいので真似してくださいね。新しい状、ここまでのルートと、それから新しい状態。これで作ることになります。ので、えー、まあ、 今までの状態っていうのはヒストリーですね。だから、セルフ、ここまでは決まり文句です。カンマして、ヒストリスト、ヒストリーリスト。それが今までのルート、例えば1、これね、こういうルート、こう、例えばこういうルートっていうことです。それから新しい状態は1つの状態、スタット。まあ、これを受け取って、新しいものを作ります。その時には、まあ、 新しい、あ、そうそうそう。まあ、重要なのは、えー、こいつにはヒストリーが作らなきゃいけないので、ちょっとここではコピーというモジュールを使って、二重の、えー、今でもらったヒストリー、ヒストリーっていうのはスタットのリストです。ので、これをコピーして作ることにします。まあ、一生懸命真似してください。えっ、ー、と、インポート。 コピーモジュールをインポートします。そしてディープコピーで、えー、今まであったヒストリーリストをコピーして、そして、えー、この後ろにヒスト0、この後ろに新しい状態を足すことになります。そして、はいえー、インスタンス変数としては ヒストリーだけをキープすることになります。新しくできたヒスト0をコピーする。つまり、最初に作るときにはヒスト L は0。空っぽですね。空っぽに新しい状態。そこからは、あとは1個ずつ足していく。後ろに足していくということになります。さて、あとは何でしょう。次に欲しいのは。はい。次の動きですね。ある、 状態にいる時に次の動きっていうのは4種類あるわけですからその子たちがネクス次にどんな動きがありますかって聞かれたらば動きを用意するあこういうふうにしましょう逆にね基本ルートを先作りましょうちょっとこれは作りかけにしておいて先ほどのこのタスクリストの管理のところをやってみましょうやることはまあじゃあ 自動で解くソルバーというものを定義します。ソルバーはある問題が与えられたときに、プローブをもらったときに自動で解くことになります。これは昔やりましたが、こういう単純な考え方です。まず、えー、さっきやりましたね、オープンリストっていうのがあります。 オープンリストは一番最初にやることを書きます。そうすると、そこには、えー、まあそうですね。じゃあ、イニットルート。イニットスタットっていうのを、イニットルートを考えましょう。一番最初に考えるべきは、これは、えー、ルートを初期化して、一つには、最初は何もありません。空っぽのリストと、 プロブを置きます。これで、えー、から一番最初に空っぽのリストに問題だけが書かれたというイニットルートがあります。そしてオープンリストはイニットルートだけが入っているということになります。はい。こんな感じですね。そして、もう一つは、うーん、まあ、ちょっと段のことはいいか。 さあ、じゃあ、このだけですね。基本は、まあ、これだけです。オープンリストが空っぽでない間、えー、まず、一つのルートを取り出して、rt、ルートにしましょうか。一つのルートを取り出して、オープン L からポップの最初の一個を取り出します。そして、 さあ、ここがもうゴールだったらいいわけですね。だから、ルートの、まあ、イズダン、イズゴールにしましょうか。イズゴールっていう関数を作る必要があります。ね。もしゴールにたどり着いたらですね。だから、イズゴールを作りましょう。イズゴールは、えー、 イズゴールはいこ、こういう決まり文句ですね。イズゴールは前やりましたね。1から順番、一番最後の状態。一番最後の状態は、これはセルフのヒストの最後の状態。さこう、後ろに。 ペンでしてきますから、一番最後の状態っていうのはヒストです。これが。ね。えー。要するに、一二三四五六七八。ゼロであれば、正解なわけです。ですから。リターンの。ラストスタッドが。ね。 え、前やりましたね。ここら辺には書いてあります。一番最、えー、最後正解かどうかの判定は、これでした。これです。よし、コピーして。持っていきます。上の方に。えー、こですね。これ。ラストスタットが、 えー、0,1,2,3,4,5,6,7, あ、1,2,3,4,5,6,7,8,0であればせい終わりです。ということ。イエスであれば true。そうでなければ false を返す。ということになります。いいですね。はい。ということは、もしゴールであれば、これは完成ですので、printf。print の、まあ、t o l v e って書いまあ、完成って書きましょうか。 まあ、2回。こんな感じ。まあ、一応、何ステップかかったかを書くことにしましょう。何ステップ、あ、確認のために、えー、ルートの最後の情報をちょっとプリントしてみましょう。これがちゃんと012345かどうか確認します。それから、 うんとどんだけかかったかあ。もっと重要なのはそうですね。何ステップかかったかですね。だから、連のヒスト。連の、えー、ルートの。まあ、これもメソッドにしてもいいんですが、えー、まあ、ルートの、えー、っとスタ、ヒストか。これでいいですね。 はい、まあ、こんな感じのことをちょっと書いておきましょう。はい。いいかなはい、そうですね。で、これはだから、この時には、えー、正解を返すことになります。正解が解けたら、そのルートの歴史、えー、ヒストリーを返すと。で、そうでない場合には、 えーはい、次にやることを例えばこういう場合には次の3つを探せばいいわけですね例えばこれだったら1個だけこの場合だったら3つ4つありうるとあ四4つじゃないですねまあこの場合本当は4つあるはずですねだけど自分の来た方向はこれ後で 処理することにしましょう。自分の来た方向を除いて残り3つを返すということをやります。ですので、この方法を出す関数を、えー、作って、作っておきましょう。そ、そこまで今日やりましょう。はい。ということで、やりたいことは、nextMoveList イコール、なんか、ルートの、現在のルートの next っていうメソッドを用意することになります。ここまでやりましょう。はい。じゃあ、どんなメソッドができればいいかっていうと、def の nextmoves self、えー。どんなことがあるかっていうと、またコピーしといた方がいいですね。同じくコピーします。まず、ヒストリーをコピーの deep コピー。 のセルフのヒスト。現在の情報をまず取っておいて、そしてその中で、えー、自分の距離が1のうち調べることになります。まあ、スタットも取っておきましょうか。 最後、の現在の情報もちょっと念のためコピーしときましょう。これは、えー、一つのリストなんで、セルフのリストの最後の状態、現在の状態のコピーのこれでいいんです。そして、まあリターンするリストを空っぽにしといて、ちょっと難しいですか f そうですね、えぇ、ー、move, in, レンジ周り、とにかくあり得るのは全ての点を見ます。どんなムーブがあるか、0から9まで全ての点を確認します。まず、stat="stat0 を持ってきて、で、ifmdist。mdist ありましたね。隣かどうか。その、 mdist の現在0があるところ stat のインデックスの0これと隣が1ならばひっくり返して見ることになります stat のインデックス0のところに スタッドの M。で、スタッドの M には、これちょっと難しいですかまあ大丈夫だと思います。はい、これで、まず新しい状態、スタッドができました。そうなので、ここで、こういうふうに増える新しい状態を作らなきゃいけないので、コンストラクターを呼びます。えー、ルートの新しいルート。 だから、ニュールートイコール、ルートの今までの状態、ヒストの0ですね。と、それから、新しい状態、スタッドこれを加えたものが、新しいものになります。ので、リターンの、リターンリストにアペンドして、 ニュールールトうーんちょっと難しいということを9点全部について行うわけですね、えー。ここを見る、ここを見る、ここを見る、ここを見る。そして例えばこの場合で言うと2と1と7だけが隣ですので、このレッドリ L に入っていくことになります。他の点は無視。ということになりますね。これを9点だけ調べたら、 リターンのレッド L。さあ、ここでどうでしょうこれで3つのメソッドを用意しました。はい。ここで、ほとんどこれでできるんですが、まあ、ここまでにしましょう。ですので、これで、この nextMoveL には、新しいのが入るということがわかります。ぜひ、それはちょっと次回、 えー、この続きでここから先どういうふうに動かしていくかっていうのをやりたいと思います、えー、またこのソースをぜひ止めて一緒に作りながら作っていきましょういいですねはいまた見てくださいさよなら